みんなと同じじゃないとまずいとか、もうみんな結婚したし焦っちゃうみたいな、結婚するっていう選択すらもう自由なんですよね。一人でも生きていけるだけの強さがある方がいいんですよね。あなたも世界のヴィーナス、杉口カレンでございます。このチャンネルは自分のことを大好きになって大好きな彼やお金や世界から愛され、愛も富も美も手に入れ、夢を楽しく軽やかにサクサクどんどん叶えていく方法をお伝えしているチャンネルとなっております。はい、本日のテーマはじゃんこちらです。一生独身の女性の特徴についてお話をしていきます。まず最初に、一生独身の女性が私は NG だと思いません。これをね言っちゃうとね、私なんかダメなんですかと思う方がいらっしゃるかもしれませんが、まあ、それはね、幸せの基準も定義もさ、みんな様々だから、それに対してはもう個人の自由だし、その人が幸せだったら全然いいんじゃないっていうところなんですが、ただ普段ね婚活スクールを運営している中でクライアント様たちが結婚したいっていう方ばかりなんですね。婚活スクールって歌ってますから、なのでそういった方がぜひこの動画見ていただいて、当てはまってない、当てはまってるっていう感じでねチェックしていただけたらなと思います。結婚してる方もしていない方も、これからしようと思ってる方も、みんながハッピーな気持ちになって前向きに人生を繰り出していける後押しとなる動画をお届けしたいと思いますので、ぜひ本日も最後までご視聴ください。では早速いってみましょう。もう冒頭でお話したんですけれども、昔の時代と違って日本も結婚の形が変わっていって、実際籍を入れずにお互いパートナーとして生きるカップルや、籍を入れてないけど、まあ事実婚みたいな、本当にいろんな形があると思うんですよね。だから必ずしも籍を入れるから幸せになるとか、籍を入れないからダメだとかっていう概念は私もないですし、もうその人が幸せだったら他人がどうこう言ったとしても別に関係ないって私は思っています。なので、まあ、この動画も結婚できない人はこんな人だよって言いますが、まず皆さんに最初にお伝えしとこうと思うのが、だからダメっていうことではありません。ただの一つの情報として聞いてください。じゃないとさ、私これがダメなんだ、これがダメなんだ、ダメなんだってこう、まあ、自分で召し上がる方もいらっしゃるかもしれませんが、それはそれであなたの個性ですから。はい、ではまず一つ目が、安定より刺激を好む人ですね。刺激の反対って安定だと思うんですけれども、安定より常に快感が欲しい、ワクワクが欲しい人の男性に収まりたくないタイプの女性もいるんですよね。一無二の男性に収まりたくない方っていうのは、あくまで私の推測なんですが、その一人のことをめちゃくちゃ愛してるわけではないと思うんですね。そこそこ好きとか、この部分は好きとか、この部分は自分の欠乏を埋められるとか、この部分は満たされるっていう、要はこの部分だけ好きみたいな。ということで、複数の方っていうのは、おそらく、本当にその人のことはさ、めちゃくちゃ好きで愛情があれば、欠点すらも可愛いとかさ、受け入れることができるとか、弱い部分すらも愛しいみたいな、ね、あると思うんです。まあ、そうじゃなくて、この部分はこの部分はって言って、自分の埋めてほしいところをいろいろ A 君、B 君、C 君っていう状態なので、本当にさ、女性がこの人のこと好きってなったら、その男性以外と過ごす時間っていうのはいらないと思っちゃうんですよね。はい、刺激を求める女性っていうのは、もう一人の男性じゃ満たされない、我慢できないタイプかなと思います。この日本においては重婚ができないので、一生独身の可能性が高いということです。はい、2つ目が、自由が好きな方ですね。みんなさ、ある程度自由が好きだと思うんだけれども、私も自由が大好きだし、束縛されちゃうと嫌なタイプなんですけど、自由が好きなことも私も実際そうなので、全然悪いわけじゃないんですが、ただ、結婚するってなったら、自分だけの生活じゃなくなるので、自分のこれまでの生活とはまた絶対違った生活じゃないですか。それがね、自由が狭くなるっていうわけでは決してないと思うんですが、一般的なイメージやその人が持ってる概念によっては、結婚することによって自分の自由とか時間とかが奪われちゃうって思う方もいらっしゃるんですね。実際結婚したから自由が広がったっていう方ももちろんいらっしゃると思うんですが、そうではない思考の方もいらっしゃいます。自由が好きでそういった思考をお持ちの方は、結婚したいしたいしたいと思ってても、この潜在意識の中で束縛されたくないとか、今の生活は手放したくないとか、一人で自由にのびのびと好きに生きる人生が好きな方もいますので、なのでそういった方とかは、結婚しなくても籍を入れるっていう選択をしなくても、結婚するっていう選択すらもう自由なんですよね。はい、次にですね、私は私、あなたはあなたという思考の方です。
私も持ってるんですけど、2回離婚歴があるんですが、2回とも好きではない男性と結婚したんですって。好きではない男性と結婚するってどういうことと思ったんですが、ちなみに私の婚活塾を入塾して本当半年以内とかに生まれて初めて好きな人と結婚して子供もできました。すごいですよね。それまでの2回の結婚は好きではない人と結婚した理由っていうのが、そろそろ結婚適齢期だから、付き合っているから、親が言うから、要は周りの声なんですね。みんな結婚したから、あんま好きでもないけど付き合ってたからとか、とにかくそんなにこの人と一緒に幸せになりたいっていうよりかは、そろそろ結婚した方がいいかなというノリで、自分の心より常識とか責任とか世間の声ですね、そういった部分を重んじて結婚されてたんですね。そういった方っていうのは、私は私、あなたはあなたっていう思考がないんですね。みんなと同じが正解と思っているから、だからそういった方は結婚しやすいんですが、ただ結婚したはいいものの、ちょっとしんどかったりします。私は私、あなたはあなたっていう思考を持ってる方っていうのは、軸が自分軸なので焦りはないんですよもういいのか悪いのか、実際焦りのエネルギーはない方がいいんですけれども、夢が叶うとくよね、あの執着とか焦りのエネルギーない方が叶いやすいので、焦りとかネガティブな感情っていうのは、何かを目的とか夢とかを叶えるための、実は大きな起爆剤になったりするんですね。みんなと同じじゃないとまずいとか、もうみんな結婚したし焦っちゃうみたいな、これだから頑張るっていう、まあ火がついちゃう状態なんです。それがないから、友達のゆこちゃんは結婚したけど、あ、そうなんだ、とか、友達のしこちゃんは、あ、そうなんだ、とか、みんなはみんな自由でいいよね。私も私で自由っていうスタンスなので、だから、一生独身かどうかの断定ではなく、その可能性が高いということですね。ただ、自分軸っていうのは、私はこういう未来を築きたい、歩みたい、作りたいと思っている、しっかりとした自分軸が、ポンとこう、旗を刺している状態であれば、それは、あなたはあなた、私は私っていう、まあ、いい意味でですね、夢を叶えていく方もいらっしゃるんですが、だからさ、こういう話をするとさ、焦りのエネルギー、なんか持ってた方がいいんですかって思いますよね。夢を叶える時って、ネガティブな感情が起点だったりもするので、例えば、モテなかったから、モテるためにこれ頑張るとかさ、貧乏だったから、お金持ちになりたいから頑張ったとか、成功されていく方たちの最初のきっかけって、ネガティブなものだったりもしますので、ネガティブの感情が大きければ大きいほど火がついてる状態なので、現実化しやすい、要は結婚しやすい、夢が叶いやすいんですね。焦りのエネルギーをプラスに転換できる方っていうのは夢が叶いやすいです。で、焦りが全くない状態っていうのは、私は私、あなたはあなたっていう感じなので、一般的には結婚されてる方が多いので、そこに対してあまりとらわれがない状態です。はい、次に、仕事ができて一人でも生きていける女性ですこれも私って感じかな一人で生きてる女性ってめっちゃ多いと思うんだよね。例えば、まあ、そこでね、仕事もバリバリできて、バリバリ仕事も好きでっていう女性は、自分のエネルギーを仕事に注いでいますから、人によってはもう困ってないから、現状を別に変える必要がない、変えたいって気持ちはありながらも現状困ってないので、これもね、経済的に自立してない人が結婚できるんですかって言ったら、そうでもないんですよ。素敵な男性は経済的にも精神的にも自立をしている女性を選びますので、仕事もできた方がいいし、一人でも生きていけるだけの強さがある方がいいんですよね。うん、ただそこで仕事中心になってしまってる人、朝から晩まで仕事ずくめ、例えばもう月休みが1日2日とか、1日2日寝るだけとか、それも別に苦じゃない状態、楽しいと思ってる状態なんですね。苦だったら早くこれを打破したいとか変えたいとか思って、そこからまあ婚活にスイッチ入る方もいらっしゃいますので、はい、ということで簡単に4つお伝えさせていただきましたが、まず1つ目が、刺激が好きで人の男性に満足できないタイプの女性です。次に2つ目が、結婚すると自分の自由に制限がかかると潜在意識レベルで思っている女性です。次に3つ目が、私は私、あなたはあなたという自分軸が確立していて、焦りのエネルギーがない方、これね、もう一回ちょっと言っておくと、焦りとか執着とか負のエネルギーっていうのは、時として夢を叶えるための起爆剤になります。次に4つ目、仕事ができて一人でも生きてきて、もう四六時中仕事ばかりでプライベートのオフタイムがいりませんっていう方です。はい、では本日の動画もね、結婚したいと思ってる方にとっては、自分が当てはまってるのか当てはまってないのかっていうことをね、客観視できる一つのツールになったかなと思います。
どっちでもいい時代だからこそ結婚するっていうのも一つですし、結婚が早いから良い、遅いからダメとか、離婚歴があるからダメとか、ずっと未婚だからダメとか、そういったことでもないと思うんですね。幸せのね、価値観っていうのは皆さん様々だし、早咲き遅咲きっていう単語で言われがちですけれども、別に誰とも比較する必要もないですし、だから自分の人生を輝かせていくことが一番大切かなと思います。結婚したいと思っている方にとっては、願いを叶えていく上で1分1秒今という時間を大切に、後悔なく婚活を楽しんでいただけたらなと思います。公式 LINE ではどの女性も一度男性から愛される方法 7days を7日間配信しております。この動画が良かったなと思ってくれた方は高評価とコメントよろしくお願いいたします。チャンネル登録がまだの方がいらっしゃればチャンネル登録もよろしくね。では皆様、本日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。 YouTube 毎日配信しておりますので、ぜひ次の動画も楽しみください。ではまたねー。